あ、よろしくお願いします。週刊オニュです。動画を作ろうっていうコーナーです。そして、お相手はいつものミルはい、さんです。三好でございます。そしてさらに今日は、天童さんが来ていただいてます。天童さん、軽く自己紹介をお願いします。天童と言います。三好さんと岩井さんとはパズルコンマ会で仲良くさせていただいてます。で、僕も、CG を作ったり、あとペーパークラフトで作ったりするのが、趣味ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、岩井じさんゃとはね、なんかあ、平面的なアニメが多いけど、天童さんは立体系が結構強いですよね。そうですね。それも、その技も盗みたいな。ぜひぜじひ。ゃあ、今日は天童さんの過去作品をちょっと紹介してもらおうかなと思ってます。よそうろしくお願いですしまね。す。この辺でいい三の好かさんとのコな？ラボレーションあ、でをすか。主にという感じですね。これが最初のコラボですかね。なんか、多分そうですね。これは、カレイドサイクルってやつの一種だと思うんですけど、最初にこれがカレイドサイクルって聞くと、こういうやつなのかと思うかもしれないけど、これだいぶ分変。かりづらいですね。変わったカレードサイクルですね。まあ、もうカレードサイクルがまず知らない人はいるもんね。そうそう。そうですね。で、まあ、これ面白いのは、なんか、書いてあるけど、真ん中におむすびができるというか、おむすび製造機みたいな感じ。一応9なんですか。隙い間や、は空いてるけど。球ではないです9でね。ない。ああ。綺麗な球ではないですね。ない。球球面にのもで一き部る。を、球にもやろうと思えばできる。いや、干渉しちゃうので、ああ、なんか、大丈夫な形があるんですね、じゃそうですね。これはギリギリ試行錯誤して、干渉する部分削っていったみたいな感じですね。球面の一部ではある。あ、そうです。そうそでれすぞよれね。そうだったはず。なんで、その球面と球面が重なってるところがヒンジになって、それが三好さんのアイデアなんですよね。球面と、この金色となんか茶色の、木質っぽいやつがつながってるところが、この、なんか丸になってるとこですけど、突き抜けてるとこというか。あそこは、だから、円形のスリットが入ってて、そこで蝶番になってる。蝶番。なん、あの、うん。円形の穴っぽいとうん。ころがくるくる回っそうてそうる。そう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 。そういああ、なるほどね。うだ感じ。から、本気でうまく作ろうと思えば、なんていうか、実際の物理的な、ものも作れるってことですかね。そうですね。これ、だ作りから、方とか強度とかは全然考慮してないけど、ないけど、一応、うまくそこがくるくる回るように作ればできるってことね。原理的にはいけるはずというものですね。そして、こちらも、ネタとしては同じなんだけど、見かけはだいぶ違ってる。あ、そうですね。この方はそのヒンジの意味がわかるかなと思って、動ネいてタ、ないパーツと、これだとだいぶカレードサイクル味が増してる。まあ、そうでそうですすね。それこれは青と赤のところがくるくる回っているというこそうですね。から、これは天童さんのオリジナルの、そうですね。ですが、まあ、こういうのもあるよねっていうのを見てて、これ2個ずつなんか、つながってても大丈夫なんじゃないっていうことを言って、これを作ってもらったという。
そうですね。これだからパーツ3個でぐるぐるできてるという。できてる。あれ、その元のは何でした？元のは？元のはだから 6個。6個。うん。あ、6個で、ああ、なるほどね。6個を全部緩くなくても、2個ずつくっついてれば、それでも動くよってこと。うん。なんか止まって見えたので。うん、なるほどね。3個のパーツのカレードサイクルってこれが初だったのかな。このへこみは動きが分かりやすいようにってことですかね。そうです、そうです。あの機能的な意味はないですね、その細かいへこみには。うん、もう永遠に見てられるんだけど。これとかは実際に作ったんですか？あ、これは自分では作ってないんですけど、ね、あの木工で作ってくれた方がいて。カザインさんかな。はい。ここからさらにあのちょっとアレンジして、おあの輪っかのサイズが2つのやつですね。うんうんうん、これは 6ピース。これ3ピース。あ、3ピースでそれなんだ。はい。ちょっと一回共有切ろうかな。ああ。これで天童さんにどうすれば映るかスポットライトを当てて、はい、こうすると。顔じゃない方がいいかな。動かすのは難しいんですけど。あ、これは6ピース。うん、これ3ピース。あ、3ピース。はい。そういう緩みがあるけど、でも、ちゃんと。なかなか3ピース、3ピースに見えないという、ね。この輪っかとこの輪っかがつながってる、ね。なるほどね。で、これとこれもつながってて、こことここもつながってる。なるほど。なるほど。これ、あの、一つの木の塊から削り出してるので、そっか、なるほどね。大変なことだな。木目がつながってるという。それはあれだね。なんだっけね。それは立体プリンターの出番なのかもしれないですね。これはよく作ったなという感じですね。神業ですよね。すごいな、そうか。一個の木から。なるほどね。はい。いやー。すごいな、それ。よかった。これはすごいですね。ここまではカレードサイクル的な感じで、はい、この次は、あ、これはなんかね、あの、こういうストライプの布があって、斜めに見たら正外波に見えるっていうのを話したら、作ってくれたやつですね。布にシワが寄ってたら、正外波に見えたっていう話ですね。うん、あの、こう、斜めのね、なんか縫い目があって、その中が膨らんでるっていうことで、まあ、ちゃんとこう、本当に正解に。ああ、ストライプなんだけど、うん、布がボコボコしてるとってことね。そう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 。そういうやつ。あと、これは何だっけ。これもカレードスコープですか？いや、これは、あ、違うんですか。これ結局何になるんでしたっけ？これは名前ついてますよね、スポンジ体で多分。うん。なんかせ。これは、あの、実際は動かないものになるみたいですね、やっぱり。ああ、そうなんだ。はい。あ、動かない。あ、そうか、紙だから動く？ジャイロイドになるんだっけ？違うのか。ジャイロイドではなくて。ではなくて。なんか、なんだっけ、石型ダイヤモンド、なんかスポンジが、正スポンジとかそう地形のやつが、石型12面体でねじれ正多面体のようなものを作ってみたっていうことか。ねじれ性多面体というのがあるので、ウィキペディアで見てみましょうということですね。いや、まあ、今は飛びませんけど。この、宮崎浩二先生の多面体100回にも載ってましたね。うん、あ、本当に。反省スポンジとして。あ、反省スポンジ。そういうのがあるんだ。画面切り替えますか？切り替えようか。はい。
あ、今のどうですか？タメ大百科の、この辺で見えるかな。本当だ、半数スポンジ。これがスポンジ型。まあ、再発見とかもいろいろありつつっていう感じですね。なるほどね。そして、こちら。まあ、これは、まあ、天童さんもだいぶいろいろなのを作ってたんだけど、他のやつもできるよねっていう。うん。で、立方体が、うん、なんか CG の青やぶさが。うん、ビューヨーヨーヨーンって。もう干渉させちゃってるというか、うん、なんて言うんだっけ。なんとか多面体って言葉ありますよね。なんかね、なんて言うんだっけ。静止面体を、静止面体を何個も合わせると、なんかそれっぽい感じ。複合か、複合多面体。複合、ああ、そうなんだ。複合多面体のバリエーションを。まあ、うん。すごいな。これはちょっとあれだね、複雑。まあルールは単純なんだけどね、なんかそう、で時々ねピタッて重なる感じで、そこは気持ちいいですけどね。この黄色いキューブは中心にあるという感じで、うん、であと他の色は2つずつかな、キューブが、うん、あキューブを回してるんだ。そうですね。で、またずれていく。回転軸が、全体が、まあ、上下にの軸で回ってて、でプラス4本軸がある感じですね。あ、基準が正八面体って書いてあるから、そういうことですね。うん。うん、はい。なるほど。あとは何だったっけ、これが、あ、これはなんか、ネジネジですね。これはどんな文脈だったんだっけな。文脈は、こういうのを作ってて、ダイヤモンド金網って書いて、ジャイロイドを単純化した形から作った。うん、これはジャイロイドなのか。編む機械とか作れたら応用ありそうですがって言って、うんうんうん、そしたら、なんか、こうやったら作れんじゃねっていうやつですね。編む機械、なるほど。編む道ということで、編む上みたいな、あ、違いますね。はい、まあじゃあそんなことで、こういう停止。あ、なるほど。アテンドさんスポットライト削除で。あ、じゃあ。今日のご紹介はこんな感じですか。そうですね。まあ、こんな感じで、いろんな多面体とか、立体物、動く立体を作って、天童さんです。はい。じゃあ、概要欄には、天童さんのツイッターとか、YouTube もやってるんですよね。YouTube もちょこっとだけ動画が。あってます。じゃあ、そこでのリンクも置いておきますね。じゃあ、ありがとうございます。天童さんのご紹介を中心に送りました。それではまた、あ、そうですね。チャンネル登録と、いいねをよろしくお願いしますということで。それではまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。